皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はアウトオブパークベースボール21、松坂大輔物語、続きをやっていきたいと思います。で、松坂なんですが、ちょっと4月に入って登板の回避が何回か あってですね、今回が第3戦になります。では早速松坂の投球見ていきます。さあ、立ち上がりの松坂なんですが、まず西武打線が4点という先制点をね、上げてくれているという中での立ち上がりになります。まずはね、序盤しっかり抑えてもらいたい立ち上がりの松坂。ここは先頭打者にセンター前ヒット、一塁に西野を置いて2番の足立。ここはバッテリー間のミスが出てしまってノーアウトランナー2塁と場面変わりましたので、ちょっとダブルプレーシフトは一旦解除しましょう。まあ、3投はないでしょう。ここはショートゴロの間にランナーが進む。さらにファースト山川がキャッチングミスですね。これでノーアウトランナー3塁1塁。まあ、ちょっと打ち取った当たりだっただけにね、松坂としては、まあ、がっくりという場面だと思うんですが、まあ、4点っていうリードがあるので、この4点をね、しっかり意識したプレー。ここもセカンドのミス。ちょっとここのところ、守備の乱れが出てしまってますかね。打ち取った当たりがちょっと守備陣、野手陣のね、ミスが出てしまったというところですかね。ただここはゲッツーで一気にアウトカウントを2つ稼いだ松田が、バッターボックスに T 岡田を迎えます。 T 岡田は今回5番に入ってますね。4番にはジョーンズが座っている、そういうオリックス打線。ここはいい当たり、レフト線を破るタイムリーツーベース。 T 岡田に追加点となる2点目を献上。初回4点のリードをもらった松坂、ここで2失点。さらに中川を歩かせ、ツーアウトながらランナーが2塁1塁。この当たりはレフトが追いつくか、レフトが追いついて3アウト。なんとか2失点で切り抜けた松坂ですね。さあ、5回の松坂なんですが、3回にジョーンズにソロホームランを浴びて3点目を献上。4対3とリードは1点に変わった場面になります。そんな中ですね、足立にセンターオーバーのツーベースを浴びて1アウトランナー2塁、バッターボックスに吉田を迎えるという状況になります。ここはリードを守ってね、行きたい場面だが、ここに吉田に逆転のツーランホームラン。松坂ここで逆転を許す形になりました。そして4番のジョーンズを迎えるという場面で、松坂はねちょっとここまでにしておきたいと思います。はい、ゲームの方なんですが、その後、逆転をね許したライオンズなんですが、延長11回6対5とオリックスを下しています。松坂には勝ち負けつかず。では続いて松坂楽天戦になります。楽天の先発は塩見。ここまで2勝を挙げている松坂ですね。前回の登板では勝ち負けつかずという中、今回3勝目を狙っていきます。今日はデーゲームですね。立ち上がりの松坂、まずは初回をねしっかり抑えてもらいたいと思います。
3回の松坂になります。ツーアウトランナー二塁一塁、ヒットでランナーを二塁まで進められて3番の浅村を迎えるという場面になりますね。浅村もね、怖いバッターなので、ここはしっかりと空振り三振で仕留めた。5回の松坂になります。ツーアウトランナー二塁一塁から浅村にレフト前タイムリーを浴びて1点を献上。初回にライオンズが2点取ってくれてますので点差1点という中、ツーアウトランナー二塁一塁で4番の茂木を迎えるという場面になります。ここをしのがないと勝ち星が消えてしまうというところですが、ここはショートフライに打ち取って松坂がしのいだ形になりますね。6回の松坂、送りバントでランナーを二塁に進められて、バッターボックスには7番の田中。ワンアウトランナー二塁、ここは田中をレフトフライに打ち取ってツーアウト。この回も0点でしのげるか。これは大きい当たり、どうだ、持ってかれるか、レフトが追いついた。危ない当たりでしたね。今のちょっとドキッとした当たりでしたが、ここはしっかりね抑えてくれました。さらにライオンズが2点追加点を挙げてくれて4対1とリードが3点に広がっています。はい、では松坂なんですが、7回を投げて1失点、ここまでにしたいと思います。あとはねリリーフ陣に任せましょう。はい、ゲームの方はそのままライオンズが逃げ切って、松坂が3勝目を挙げたというゲームになります。はい、では今回松坂はファイターズ戦に先発します。ファイターズの先発は加藤。さあ3回の松坂ですが、フォアボールでランナーをためてワンアウトランナー二塁一塁、ここで太田を迎えるという場面になります。ダブルプレーを狙っていきましょう。まずはね先制点を取られないっていうことがね大事ですが、ここはライト前に落ちてワンアウト満塁とピンチを広げる形になりましたね。ここで今日の試合4番に座っている近藤、ここは押し出しのフォアボールで先制点はファイターズ。そして5番に下がった中田を迎える場面、ここは中田にライト前タイムリー、セカンドランナーは三塁ストップ、なお満塁という状態ですね。ここをしのげるかどうか。ここはフラフラっと上がってショートのポップなイージーフライ、これで2アウト。渡辺の当たりは大きい当たり、ここはフェンス直撃のタイムリーツーベース、さらに一塁ランナーも帰ってくる。3点タイムリーでこの回5失点松坂。ここで5失点か。ちょっと早いですがブルペンの準備しましょう。松田が今シーズンここまで3勝負けなしとね好調だっただけに、この回5失点苦しい立ち上がりになりましたね。序盤の3回目で打線の奮起に期待しましょう。さあ松坂なんですが、谷地にこの回先頭打者としてセンターオーバーのツーベースを浴びてノーアウトランナー二塁。ここからね上位打線1番回ってきて、ここがセンター前に落ちる、ランナー谷地は帰ってくる、これでクロスプレーになるが、さらに1失点6失
1点目、西川にセンター前タイムリーを浴びて6失点。松坂ちょっとここまでですかね、ちょっと残念ですが松坂はここまでにしたいと思います。はい、ゲームの方なんですが、まあ、その後ね、ちょっと序盤の松坂の失点が響きずるずるという形で4対7とファイターズに敗れた試合になっています。というわけでね、4月、序盤松坂登板回避が続いてしまったので、登板機会は3回だったんですが、まあ、2勝を、ね、挙げてくれたというところで、まあ、最後今見ていただいた試合は3回までに6失点とちょっとね序盤で崩れてしまったんですが、5月以降ねまずは1勝1勝の積み上げとローテーションを守ってくれる、この2つをね、しっかりやってもらいたいなというふうに思っています。というわけで、じゃあ今回はねここまでにさせていただいて、また次回、5月の松坂をプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。